はい、皆さんこんにちは。さあ今回はですね、私の新型 NBOX のメーターの中をですねご紹介したいと思います。結構ね、気になっている方もいらっしゃると思いますので、じっくりとお届けしていきたいと思います。では早速エンジンをかけていきましょう。はい、ということでね、ただいまエンジンがかかりまして、まず一番最初に表示されている画面ですけれども、こちらはシートベルトですね。シートベルトをしているかしていないかっていう表示になっております。で、私が座っているのは運転席なので、運転席には赤いバッテンがね表示されております。で、助手席誰も座ってないので赤くね表示されていませんね。これ多分重さでね反応すると思います。運転席の後ろ側にはチャイルドシートをつけているので、シートベルトしてますよっていう表示がされております。で、この表示を切り替えるときはですね、お家のマークのボタンを押してあげると、そうするとこのようにいろいろと表示を切り替えることができます。それではね、どこからいきましょうか。じゃ、まず納車されて私がこのメーターの表示が一番使いやすいかなっていうものをねご紹介します。こちらですね、航続距離燃費が出る、こちらの表示が、まあ、一番使いやすいかなとは思いました。この表示にしておかないと、航続可能距離がですね出てこないんですよ。そうなので、個人的にはこれがまあ一番無難かなと思います。そしてセレクターホイールを回すとトリップメーターですね、トリップメーターの切り替えができます。それでは表示を切り替えていきたいと思います。じゃあその下行きましょう。車速経過時間ですね、こんな感じになってます。まだ2時間ちょいしか乗ってないっていうね、そういうことになります。セレクターホイールでトリップメーターを変えられるといった感じになります。そして次、オーディオですね。で、オーディオになるとこんな感じで表示を切り替えられます。 FM、AM、交通情報、 Bluetooth といった感じですね。そして次、電話、これはまだね接続していないので未接続になっております。ですで、これが前席シートベルト、これ先ほどねご紹介したものですね。で、続いてメンテナンス、エンジンオイル交換まで5000キロっていう表示が出ております。で、続いて安全支援情報、はい、 NBOX が登場しまして、セレクターホイールを回すとこんな感じで項目が出てきます。で、路外逸脱機能、チェックマークを外すとオフになるというところで、これでオンオフがね設定できるっていう感じですね。まあ基本的には全てオンで良いと思います。はい、続きましてカレンダー、これね、はい、有名なやつですよ、カレンダー。まあ、これもまあ一つは面白いっちゃ面白いですよね。では続きまして、表示なし、表示なしにするとこんな感じです。何も表示されませんね。スピードメーターだけになります。続きまして明るさ設定ですね。で、またセレクターホイールを回すとこんな感じで明るさを変えられます。で、先ほどは一番明るい状況ですね、これが一番明るいやつ。今ね撮影のために一番明るくしておりますけれども、まあ通常はね一番上から2段階目、これがね一番見やすいかなと思います。続きまして車両設定、これが一番気になるんじゃないかな。車両設定、まず運転支援環境ですね。はい、こんな感じの項目があります。結構項目ありますね。まず衝突軽減ブレーキですけれども、これ今標準ですね、標準警報距離は標準に設定されておりますが、近めどか、あとは遠めどかに設定変更できると
いった形、まあ標準でいいと思います。で次は ACC の先行車検知音、これねデフォルトはなしになってるんですけれども、私はありに変更します。 ACC 使用時に前方の車をキャッチした時に音で知らせてくれるっていうね機能になります。で続きまして先行車発進お知らせ設定、デフォルトは標準になってますけども早めとかあとはオフにもできますといった形です。そして次路外逸脱ですね、アシストタイミングデフォルトでは標準になってますけれども、これが遅めであったり警報のみであったり あとは早めっていう、設定変更ができるということですね。まあ、この辺も標準でいいんじゃないですかね。そして次が L キャスですね。 L キャスの解除警告音ですけれども、まあ、これはどうだろうな、個人的にはオンにしておこうかなと思います。はい、で次、標識関係ですね。カメラで標識を認識してメーター内に出してくれるっていう機能になりますね。まあこれはねデフォルトでオンで良いと思います。で次が、標識認識機能速度超過のお知らせというところで、速度超過してますよっていうお知らせですかね。まあ、とりあえずこれもオンにしときましょう。そして、次が標識認識機能速度超過量、これなんだこれ、あープラス5キロプラス15キロとかいろいろ変更できんですね。まあ、この辺もまあデフォルトで使ってみたいと思います。そして最後はリアパーキングセンサーの警報設定ですが、まあこれはオンにしといた方が良いでしょうね。これはオンでいいと思います。こんな感じでねいろいろと設定変更ができるというところ、今運転支援システムを設定しましたが、次はメーターの設定もできると、外気温表示補正、まあプラスマイナスが選択できるっていうところですね。そして次はトリップA の自動リセットタイミングっていう表示ですが、これはイグニッションオフにした時とか満タン給油時とかあとは手動のみとかっていう形ですね。でまあ私は手動でいいですね、手動にしておきます。トリップメーターこれ B ですね、内容は先ほどと同じです。次アラーム音量、これは音量が選択できると、デフォルトは中になってますね。まあこれはとりあえず中で良いでしょう。いろいろあるな。そして次はアンビエントメーターの設定になっておりますが、アンビエントメーターってなんだ？あ、アンビエントメーターとは要は省エネ走行をしているときにメーターの色が緑色に変化するものですね。ありますね、なんか緑色に光るやつ、それの設定になります。オンオフですね、デフォルトはオンになってます。これはオンでいいでしょう。そして次はアイドリングストップ状態の表示、まあ、これもデフォルトでオンなのでこれもオンで良いでしょうね。結構ありますね。続きまして交差点案内表示、これもオンで良いでしょうね。はい、オンにしておきます。 そして次がリアシートリマインダーですね。リアシートに物を置いていたりすると音で知らせてくれるっていう、そういった機能になります。これはもうデフォルトでオンで良いと思います。そしてタイヤ角度モニター、ハンドルを切った時タイヤがどっちをね向いてますよっていうね表示になりますけれども、まあこれは、オンにしておきます。
あとカレンダーの背景オン、先ほどの背景だね、これはオンの方が面白いですね。そして次は誕生日の設定ですね。設定しておくと車がお祝いしてくれるっていう機能、誕生日、あ、これは2人分できるんだ。で記念日、結婚記念日とか納車記念日とか、それを設定できるんですね。記念日は3つまで設定できます。誕生日は2人分、記念日は3つですね、設定できるといった形でございます。今メーター見たので、今度はホンダスマートキーシステムの設定、アンサーバックブザーの音量、あ、これね、小にしておこう。そう、小にしたいと思います。そして次がドアハンドル操作アンサーバックブザー、あ、はいはいはい、作動にしておきましょう。デフォルトにしておきたいと思います。はい、次がライティング設定、オートハイビーム、あ、オートハイビームはオンでしょうね、やっぱオンにしておきましょう。これはあとはインテリアライト点灯時間30秒、15秒、60秒、まあこれはデフォルトで30秒で良いかなと思います。次はデイタイムランニングライト、要は一文字ですよね、デイライト、これはやっぱりオンでしょう。オフもできるんですね、オンにしておきます。やっぱり新型 NBOX カスタムといえばね、一文字のデイライトだと思いますので、これはオンにしておきたいと思います。そして次、ワンタッチターンシグナル、要はウィンカーですね、ウィンカーを半分カチャってやってあげるとこんな感じで3回点滅するシステムになりますが、これはオンにしておきましょう。そして、あ、以上ですね、以上になります。でさらにドア設定、降車時オートドアロックですね、降りた際に、離れると確か、自動的にねロックがかかる、機能だったと思います。これはね、非作動の方が使いやすいとは思うので、私はデフォルトの非作動にしておきます。キーレスアンサーバック、これは作動の方がいいでしょうね。はい、作動にしておきましょう。オートリトラミラー格納、要は鍵閉めた時に、ミラーも、自動的に閉じてくれるっていう、機能だと思います。これはもうキーレス連動にしておいた方が良いと思います。次、予約ロック、これはね NBOX の新機能ですから、これ絶対オンにしておきましょう。そう、これは絶対にオンにしておいた方が便利だと思います。そして、あ、そして戻りましょうか。戻ると、今ここまで来ましたね。今ドア設定まで来ましたね。で次はメンテナンスリセット、いつオイル交換ですよとかっていうね、確か設定ができたと思うんですけれども、まあ、それをリセットする機能ですね。はい、これはあんまり使わないと思います。で初期化、すべての設定を一度工場出荷時の状態に戻す機能になります。中止と実行、これ中止にしておきます。はい、ということで、車両設定行いました。結構ね項目ありますね、皆様も納車されたらじっくり説明書を見ながらですね、設定していただきたいと思います。それでは次行きましょう。次は、メーター表示設定になります。これ何かというと、要はこのチェック項目がついている、項目ですね、これがこのメーターに反映されますよっていう形になってます。なのでこのチェックを外すとこれが出てこないんですよね。今ねナビゲーションっていうのを
チェック外しているんですけれども、これをチェック入れると選択項目にナビゲーションっていうのが出てきます。でチェックを外せる項目と外せない項目がありますね。このあたり警告とか、そう、色がついていないやつは、チェックを外せないですけれども、このように明るくなっているやつはチェックを外せるといった、形になります。まあ、この辺も、使わなそうなものがあればチェックをね外せば良いと思います。で続きましては警告メッセージ、まだね何もメッセージはありません。でこれシンプルですね。シンプルはこのように NBOX のね、表示が出てきます。例えばライトつけるとこんな感じで、はい、アニメーションにもライトがつくといった形で、ウインカーをやるとこんな感じです。はい、ウインカーで、ブレーキ踏むとこんな感じで、ちなみにリバース入れるとどうだ、変わんないね。今接近注意が出てますけれども、はい、こんな感じでございます。でハザードは、はい、こんな感じになる。ハイビーム、ハイビームは特に変わらないっていうところですね。まあ、これもね面白いですよね、こういう機能があるっていうのも。で ACC、使った際は前方の車もこのアニメーションに出てくるといった形になります。続いてタコメーター、はい、これ個人的にね結構気に入っていて、うん、なんかホンダらしさあるなっていうね、そんな印象もありますよね。ワインディング走る時なんかちょっと気分上げたい時はこのタコメーター表示にするとね、さらに運転が楽しくなるんじゃないかなと思います。そして戻ってまいりました、先ほどね、これが一番使いやすいんじゃないかっていうメーター表示ですね。航続可能距離、あとは平均燃費なんかが出ている表示になります。あとナビゲーション、先ほどナビゲーションのチェック外していたんですけれども、また設定でチェック入れましたので、このようにここに表示が出てきたと。でナビゲーションはこんな感じです。要は方位ですね、方位が出てくる、タイプになります。はい、こんな感じです。皆様この、新型 NBOX のねメーターの中は、こんな感じになりますので、納車待ちの方はですね、納車されましたらですね、取扱説明書と一緒に自分好みの設定にねしていただければと思います。でも最近の車はね、本当あの車で設定できる項目が多いので、結構ね設定するだけで疲れちゃうっていう感じはありますけれども、そう、取説をね見ないとね、やっぱ正直わからない部分があるのでね、ぜひ一度取説をご覧ください。ということで、今回はですね、私の新型 NBOX の、メーターの中をですねじっくりご覧いただきました。ぜひですね、納車されましたら皆様も自分好みのね設定に変更していただければと思います。引き続き新型 NBOX 関連の動画はですね、どんどんアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。そしてこの動画が良ければぜひ皆様高評価を押していただくと、次の動画のねモチベーションにもつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお待ちしております。